皆さん、こんにちは。東京都の小池百合子知事の海路大卒業を認める、同大学長名の2020年の声明文をめぐり、知事の元側近の小島敏郎氏が、声明文は知事側で作成した可能性があると主張している問題で、小池知事は19日の定例会見で、私自身が関知しているものではない、と述べ、声明文は海路大の判断で発出したものであるとの見解を改めて示した。小島氏の説明によると、小池氏の学歴詐称疑惑が取り沙汰された20年当時、小島氏は小池知事から相談を受け、海路大から声明文を出してもらえばいい、と提案。知事から依頼を受けた元ジャーナリストが、小池氏の卒業を証明するとの文案を作成し、同年6月、これとほぼ同じ内容の声明が、エジプト大使館の Facebook に掲載された、としている。小池氏は同月に卒業証書などを公開した。小島氏は17日に外国特派員協会で開かれた会見で、小島氏が小池知事に声明文について提案したことを受けて交わしたとする、小池知事とのメールの写しとする文書を公開。小池知事のものとされるメールには、海路学長や関係政府当局からどのような書類が必要か確認お願いします。宛先はどうしますか？宛先は大使宛？私宛？内容は？ご教示くださいと記されていた。小池知事は声明文について小島氏から提案を受けたかどうかについて、いろんな発案が多くの方々からいただいていると直接の言及を避けた。その上で、海路大を正式に卒業しており、大学が発行している卒業証書を公にしている、とこれまでの立場を改めて主張した。東京都の小池百合子知事の揮毫連署揮毫が止まった。21日に投開票が行われた、目黒区長選で自身が推した元都議が現職に競り負け、選挙に強い、とされてきた小池氏の勢いに陰りが出た。28日投開票の衆院東京15区補選や7月の都知事選、来たるべき解散総選挙での小池氏の戦略に影響を与える可能性がある。目黒区長選にはいずれも無所属で、新人で元都議の伊藤雄氏、国民民主、都民ファーストの会推薦、現職で6選を目指した青木英二氏、新人で元区議の河野陽子氏、自民推薦、新人で会社員の滝下隆之氏、新人で元都議の西崎翔氏、立憲民主推薦の5氏が立候補した。小池氏は目黒区長選の期間中、支援する伊藤氏と共に再三街頭に。目黒には3つの名物がある。目黒の桜、目黒のサンマ、伊藤優だ、と持ち上げたが、現職に及ばなかった。伊藤氏の陣営からは、手応えはあった。しかし、手応えには裏切られることもあると、難しい選挙戦を伺わせる声が出た。都内市長選で、小池氏は敵なし状態だった。元都民ファ都議を千代田区長、元都幹部を豊島区長、昨年4月、と揮毫小池色揮毫の強い主張を立て続けに送り出した。さらに昨年12月の江東区長選、今年1月の八王子市長選でも、元都幹部の当選に貢献した。特に江東区長選、八王子市長選では、自民、公明と共に候補者を支援。揮毫政治と金揮毫をめぐり批判にさらされる国政与党に、貸しを作った形、自民都連幹部、とされた。一方で別の評価もある。江東区長選では、途中まで小池氏支援候補の票の動きは鈍く、選挙終盤に自公の動きが活発になり、票を伸ばした、公明関係者、との見方がある。また、八王子市長選は、小池氏と縁のある候補が複数出馬し、特定候補を支援する意味のない選挙、公明都議、と見る向きがあった。それでも選挙終盤で自公系候補の応援に入ったことに、ある自民都議は、自公系候補が優位との情勢をつかんだのではないか、といぶかる。一方の目黒区長選。小池氏支援候補とは別に自民系候補が出馬し、公明の動きは最後まで見えなかった。選挙に強いとされてきた小池氏とて、自公票がなければ、構図次第で勢いをそがれることを意味する。衆院東京15区補選で、
小池氏が支援する無所属新人の乙武洋忠氏、国民民主推薦に自公は距離を置く。敗北した目黒区長選と置かれた状況が似る中、乙武氏は得票を伸ばすことができるのか。都知事選で参戦出馬を目指すとみられる小池氏が目黒区長選、補選で生じた自公との微妙な距離感を今後どう修正するのかに注目が集まるとともに、都民派が設立した政治団体ファーストの会の国政進出戦略練り直しも迫られる。東京都の小池百合子知事は19日の記者会見で、衆院東京15区補欠選挙28日投開票で自身が支援している候補の街頭演説中に一部陣営が大音量で妨害行為を行っているとした上で、命の危険を感じるような場面もあったと厳しく批判した。選挙区外にある小池氏の自宅周辺でも同様の行為があったという。小池氏は選挙活動の範囲を逸脱していると指摘。今後の対応について法律の枠内で何ができるかを精査してもらっていると述べた。東京都の小池百合子知事は19日の定例記者会見で、衆院東京15区補選28日投開票について、これまで経験したことがない選挙妨害が発生している、非常に憤りを感じていると述べた。小池氏は同補選で無所属候補を支援している。小池氏はこの候補の街宣車の前に他候補の街宣車が入り込み、選挙スタッフが命の危険を感じる場面があったと指摘。18日には選挙区外にある小池氏の自宅前に他候補が押しかけてきたことを明かした上で、住宅街で大音量で罵倒するようなことを言っており、近所にも迷惑がかかっている、選挙活動を逸脱している、法律の枠内で何ができるかを精査してもらっていると述べた。記者会見では、小池氏がエジプトカイロ大を卒業したことを認める、同大学長名の2020年の声明文について、元側近の小島敏郎氏が小池氏側が作成した可能性があると指摘している問題についても質問があった。小池氏はカイロ大を正式に卒業しており、卒業証明書を何度も公にしてきた。卒業を決める権限はカイロ大にしかない、権限のない人の論評だと述べ、小島氏の指摘を改めて否定した。東京都知事選の告示まで20日で2ヶ月となった。主要政党が未だ候補擁立ができない中、小池百合子知事の参戦出馬が有力視されている。ただ、選挙期間中の衆院東京15区補欠選挙28日投開票では、小池知事が後押しする陣営が支援体制づくりで苦心しており、知事選に向けた足場固めにも懸念が残る。渡辺真由子、三宅千里、時代が変わっているのに制度は変わらない。ぜひ国会で頑張ってほしい。20日、15区補選の選挙区の東京都江東区内で、小池知事は声を張り上げた。自ら特別顧問を務める都民ファーストの会を母体とするファーストの会、推薦の無所属新人候補者の応援に駆けつけた。公務の合間を縫って応援に回る小池知事。知事周辺は、知事の頭の中は15区でいっぱい、今回は相当力が入っていると解説する。元都民ファ都議が出馬し、21日の投開票日に向けて激戦となっている目黒区長選の応援にも余念がない。20日は目黒区でもマイクを握った。小池知事については2月以降、15区補選出馬による国政復帰説が都政関係者の間で取り沙汰されていた。だが、15区に新人を擁立したことなどから下火になりつつある。知事本人は参戦出馬について、都政をしっかり進めていく、と明言を避ける。ただ、都政関係者の間では、知事はあと1期か2期やる、などと確実視する声が多い。その小池知事が15区補選で支援する陣営の体制は、盤石とは言えない。小池知事との相乗りを模索して、一度は推薦方針を示した自民党は、地元からの反発などで撤回。小池知事に近い公明党も態度を明らかにしていない。昨年末の江東区長選や今年1月の八王子市長選で支援候補の当選の後押しをした小池知事だが、15区補選の結果次第では、
求心力に陰りと言われかねない別の知事周辺。知事選に向けた政党間の対立構図も見えてこない。一期目は激しく対立していた自民だが、最近は小池知事と接近。自民は政治資金パーティー裏金事件をめぐる逆風もあり、都連内では自民では出せないから小池知事に一緒に乗る元国会議員との見方が大勢を占める。これに対し、立憲民主党と共産党は市民団体と連携して候補者選定を急ぐ。行政、政治経験のある女性ら複数の名前が挙がったものの、候補者決定には至っていない。都知事選の前哨戦、立民都連幹部と位置づける15区補選で勝利し、勢いをつける戦略を描く。日本維新の会も候補擁立を模索している。都知事選ではこのほか、政治団体、NHK から国民を守る党が新人計13人の擁立を発表し、最終的には30人擁立を目指すとしている。小池百合子都知事の学歴詐称疑惑。今週は週刊文春も取り上げた。小池百合子元側近が激白、公選法違反で刑事告発します。元側近は元都民ファーストの会事務総長の小島敏郎弁護士。文藝春秋5月号に告発手記を寄せ、問題を再燃させたご本人。小池知事は4月12日の定例会見で、大学が卒業の証明を何度もしてきているわけで、それについて他の方が詐称とかおっしゃっているのがわからないですね、と怒気を含んだ声で答えたそうだが。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。